回は味の素スタジアム、2009 J リーグディビジョン2の第8節、東京ヴェルディ対サガン鳥栖、今キックオフの笛が吹かれました。まずヴェルディボールで始まっていますが、あっと後ろへのパスがミスになって、いきなりこれは決定的なシーンで止めてしまったが、ああ一発連投、この時間まさかまさか開始14秒で一発連投の退場です。菅原、いやバックパスが上手ですね。いや本当ですね、信じられないですね。しかしあそこは止めるしかなというところがありましたけども、今のそのシーンです。